くやっていくよ。今回も前回と同じくリベンジ鬼畜編です。予想は1時間。今日は私ナンバーセブンも少しだけお手伝いさせていただきます。さあ一杯飲まるんだぞ。いや、そんなかわいそうなこと言わないであげてください。いきなりショート反転、しかも釘付き、しかもその先ゲート付き。アレメタンさん、こんなキャラだって。ナンバーセブン、ツッコミよろしくな。エソリ聞いてないんですけど。あ、ちなみに日記釘の貴公子のコースだよ。釘の貴公子とはフリーラインさんのことですからね。リアカメラの位置やばいんですが。これが主が苦しんだ理由だよ。これはひどいですね。ここは落ち着いていつも通りやれば大丈夫ですね。ミスるのがユーチューバーだぞ。鬼畜にユーチューバー求めちゃダメですよ。
登りケツは床の向きは難しいんですよね。プロはそんなこと言わないよ。彼はプロではなく超アマチュアですよ。豆腐製のアマチュアです。ここはきれいに決まるようになってきましたね。ありがとうございました。四国メタンとナンバーセブンをお送りしました。